江ノ島電鉄、鎌倉から藤沢を結ぶ江ノ島電鉄の電ですねに撮影に来ています、ね、今日は本当に天気が良くて江ノ島も綺麗に見えてますけども、そんなね人気の江ノ電なんですけど、それをちょっとかっこよく、出動写真を撮ってみようと思ってやってまいりました、今日の、ね、撮影のお供してくれる人は、写真学生の栗原小柄君、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。栗原本柄です。それでは今日使う機材を紹介したいと思います。まずボディなんですけど、富士フイルムの XT4 です。標準ズームとしまして、16から80ミリの標準ズームをつけています。これを普通に控えながら、ちょっと望遠で撮りたいなという時は、このレンズですね、50、140ミリのF2.8 というレンズです。でさらにちょっと風景を圧縮したりとか、そういう風に効果を狙いたい時のためにテレコンもねちょっと用意しました。このレンズはテレコンバーターがつきます。1.4 倍のテレコンと2倍のテレコン両方ちょっと持ってきました。さらに、ちょっと沿線をですねスナップでちょっとパチパチと撮りたい時のために、プロ3ですね、 X プロ3も持ってきました。ユニアさん、今日の鎌倉高校前のこの撮影地かなり逆光気味なんですが、逆光、すごい逆光だよね。すごい逆光ですね、カメラの、その時にカメラの設定などはどうしましたか。本当にね、海がすごいキラキラしたって、はい、綺麗なの でこの時電車が来ちゃうと、はい、電車の方に露出を合わせちゃうので、オートではなく、はい、マニュアル露出、ね、マニュアルで、はい、そんで海のキラキラを出すように、はい、海のキラキラの部分でマニュアルで速攻してセットします。なるほど、海、電車ではなく海に明るさを合わせる、電車ではなく海の明るさで、ちなみに今は最初に感度200で4000分の1の F8 で撮ってたんですけど、はい、ちょっと1本それで撮ってみたら、はい、電車のガラスがやっぱりちょっとスモークがかかってるのかな、かかってるかな、かかってるかもしれないなんかちょっと暗かったんで思ったよりも、なので感度今400、はい、上げて、で同じ露出で4000分の8で撮ってみました。なるほど。感度200で4000分の1の8って感じなんだけど、あ、そうですね、そんなもんかな、すごい当たる。もうちょっと下でしたね。そうですね、ちょうどいいです。どうでした？難しかったです。難しい。はい、ちょっとまだね、太陽の位置が、あ、もう少し正面に来たぐらいの方がいい感じ。太陽がこう来るわけ、ね。すみません。太陽がこうどんどん。すみません。右の方に。そうそう、もうちょっと正面に来れば、遠くから、まあ、少しこう正面で窓が重なったところで、なるほど、ちょうどいい。また後で来ますかね。行きましょうか。そうしましょう。お願いします。ちょっとね、道を歩いてきたら、はい、なんかこういうカラフルなパートがあって、海沿いっぽい、ね、海沿いっぽい建物をちょっとバックにちょっと撮ってみましょうか。はい、ちょっと普通に撮ったんじゃ面白くないので、
シャッタースピードを30分の1、うん、にして電車がこう胴体ブレしてる。なるほど。でそうするとあの絞りを結構絞らないといけない。デジタルカメラは絞りきれなくなったので ND フィルターを使って ND フィルターを使って絞りを絞りきれちゃうので、今30分の1の11ぐらいで撮影する、はい、フィルターを使うことによって暗く、そうですね。これは ND8 という8、はい。まあ、こんな感じであの建物に対して電車がこう胴体ブレして少し走ってる感じが出しています。浜と南村岳の間にある場所なんですけど、はい、ちょうど海沿いを走ってて、で、あの、ね、電柱がちょうど、はい、内陸側にある海側だ。こっちから撮るとあの光が綺麗に当たって、はい、巡航で車用の写真を綺麗に撮る。車用の写真を、はい、で、あのどうもね、車両写真望遠レンズ撮りたくなっちゃいますけど、はい、ちょっと伸びやかな少し広角とか標準性のレンズで、はい、綺麗に撮れる場所ということで、ダイナミック、そうですね、ちょっと綺麗に撮れる迫力というより、はい、ちょうどここから撮ると青空のバックになりますから。そうですね、と天気もいいですし、そう、いいんですよ。で、あの広角とか標準の少し広めのレンズを使うときは、電車がブレちゃいやすくなる、胴体ブレしやすくなるので、シャッタースピードをちょっと早めに、はい、で今2000分の1です。2000で撮ってますけども、はい、F8 に。で、ISO感度もあのシャッタースピードが速くなるので、800に上げてます。やっぱり絞りもちょっとね、絞りたいので、ということであるので、シャッタースピード、早めの設定で、マニュアルで撮ってます、今回は。稲村ヶ崎のちょうど真ん中ぐらいかな。そうです、中間ぐらい。中間ぐらい。で、あの実はあのいろんなポイントがありまして、ね、ここ本当にほら車両が綺麗に直線で、直線で電柱もこうかかってなくて、綺麗に車両乗ってるポイントでもあるんですけども、あちらをほら見ると、富士山がちょうどさっきまで雲にかかっていたのに、本当ですね、やっと綺麗に出てきました。来ました。なので、あの富士山と一緒にちょっと江ノ電を絡めて狙ってみましょう。場所から少し離れたところに来ましたけど、はい、ここではどうやって撮られますか？そうですね、さっきはあの道の向こう側のところから撮ったんですけど、はい、そこの国道をちょっと渡って反対に来ました。で、さっきはあのここは列車の編成というか車両写真を撮るのにいい場所ですよという場所を通るところを少し離れて流し撮りしてみます。流し撮りで。流し撮りをしています。で、ですね、
生しとりなのでシャッタースピードをやっぱり遅くなりますので ND フィルターをさっきと同じようにつけてます。また ND の8を入れて今度ちょっとシャッタースピードすごい遅い15分の1秒で設定して撮ってみたいと思います。 ND フィルターというのはどのような時に使うものなんですか？はい、ND フィルターはカメラに入る、光量を落とす変更するフィルターでシャッタースピードをだいたい2段とか3段とか落とす時にやるんですか？昼間の流し撮りとかの時では効果的だった、うん、昼間流し撮りしようとしてシャッタースピードを遅くすると、はい、絞りがもう22まで絞っても間に合わなくなっちゃいますので、はい、なので ND フィルターで光の量を調整しています。なるほど、ですね。はい、結局流し撮りってやっぱり電車ぴったり止まる、はい、背景が流れてるっていうのがいいわけじゃないですか、はい、だからこの場所はちょうど電車の後ろに緑があるので近いところにあるおかげで流れの効果が出てます。これが後ろが空だったりするとあんまり流し撮りっぽくない。ああ確かに、ね、流れない、うん、流れの効果が出にくいかなと思います。極楽寺駅から降りてすぐのところに来ました。極楽寺駅を出ると鎌倉型にトンネルがあります。トンネルを走ってくる抜けてくるシーンを撮りたいんですけども、ちょうど低い位置から見ると向こうのトンネルの入り口から電車が入ってくるシーンが撮影できます。それをちょっと撮りたいんですけども、レンズをですね少しすごく長くして、今2倍のテレコンを装着しました。ですので 280mm になります。それでトンネルの向こうから入ってくるシーンから狙って、出てくるところはズームを戻して出てくるところも押さえてヨニアさんどうでしたか？あ、はい、ここは御霊神社の、はいはい、境内の中にちょっとお邪魔させていただいて、なんかちょっと神聖な場所なのであまりうるさくしない静かに撮影するということでお邪魔させてもらいました。ちょうどね大きい木が立派な木が ねありますので、あれをちょっと逆光少し逆光に入れて撮ってます、はい、なのでワイドレンズでね木をね、こうなるべく大きく入れたかったので、はい、一番標準ズームの一番ワイド端にして撮影しました。で、木が一番画面の上の方にあって、画面の下の方に電車がこう通るようにしてこう構図を撮ってます。
ですので、まあそんなに車両自体はアップでないので、シャッタースピードもものすごく速くする必要はなく、500分の1でセットします。で、絞りはまあそのまま、露出系を見て5、6にして撮影しました。縦位置でね、撮ってます。どうでした？ダイナミックな感じになって、ダイナミックな感じね、迫力が出ますね。あとね、ちょっとね、やっぱり葉っぱの感じがこう、はい、車高を浴びてくる。そうですね、逆光でまたちょっと普通に撮る感じとは違う感じで、そう、ね、そう、なんかこう緑の感じがね、はい、いいかなと思います。じゃあちょっと電車が来ましたので、はい、撮影してみましょうか。はい、本当はね、アジサイがここいっぱいあって、アジサイのシーズンにはたくさん撮りに来るとか、うん、普通に撮ってみましょう。越越で降りて、鎌倉高校前の少し戻ったところにある万福寺というお寺に来ました、はい、今ちょうどね、あの逆光になってて、はい、光が綺麗なんです。雰囲気が良くて、うん、線路がね、キラキラ光ってて、でちょうどね、階段越しにその線路が見えるというシチュエーションで、はい、それを撮りたいと思ってきました。ドラマチックな光、ドラマチックなね。で、まあ、あのちょっと広めに撮りたいので標準ズームの、一応ワイド端、まあこれ1680なんですけど 16mm で撮影してます。で、露出なんですけど、カメラ任せでオートで撮ってしまうと、なんか全体的にこう綺麗に光を撮ろうとしてしまう今のカメラが優秀ですので、それだとね、雰囲気がないんですね。なので、少し露出を締めて逆光でシャドウとハイライトのこうコントラストが出るような感じでマイナス補正して撮りました。ダイヤルをマイナス側にするとなるんですけども、そのようにして撮影してます。路面の上を走る併用区間になってます。で、両側にね、越越の商店街がありまして、決してこう広くない通りのところの真ん中を電車がやってきます。それを撮りたいんですけども、広いあの広角レンズで撮ってしまうと、どちらかというとこう 広々な感じになってしまいますので、望遠レンズでここは撮りたいと思います。で、望遠レンズで撮ると全体がこう遠くのものをこうギュッと圧縮されるんですね。ね、なんかやっぱり、ちょうど、ちょうど線路の横にこう生活感があるような感じで、とても好きな風景なんですけど、ね、正面からずっと直線的にこっちに向かってやってくるんですけど、それを長望遠でずっと追いかけながら撮影してます。まあ、そういう、まあ、感じとしては、ずっとこういうですね、ずっとやってくるところをずっと連射してこう撮っております。で、この場合はですね、オートフォーカスの、モードを追尾のモードにします。まあ、このカメラの場合はコンティニアスというんですけども、ずっと追いかけてピントを合わせ続けてくれるモードがありますので、それを選択するとずっとピントと露出を合わせたまま、撮影ができます。やっぱりね、ここは望遠レンズですね。はい、超望遠レンズ。ちょっとね、ですからこのズームレンズだと足りないので、さらにテレコン、2倍のテレコンバーターを今つけて、で、もうテレタンぐらいにしてギュッとこの圧縮効果を出して撮影します。2倍つけてるのね。つけてます。僕も2倍をつけてます。というわけで1日お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ね、朝からね、いい天気で本当にね、うん、天気海も綺麗でね、良かった、はい、空も綺麗で撮影日より、うん。
流し撮りしたり、それかね、お寺とか神社を絡めて撮ったり、そういう短い区間にね、ぎゅっと楽しいものが詰まっているのが江ノ島電鉄だと思います。ぜひね、このね、乗り降りくん切符を買って、で電車に乗って乗り降りしながら撮影してもらうと楽しいと思います。ぜひ皆さんも江ノ電に遊びに来てください。ぜひぜひ。